ブリバリブリバリあげて、プチパチプチパチあげて、チートあげすぎ、なんぼあげる気、お前の口の皮ペロまるで。もうすぐプロ野球開幕だね。カープ優勝してほしいな。今年のキャッチフレーズなんじゃったかいの。ガガガガガムシャラだよ。4年連続 B クラスの悔しさをバネに、目の前の1試合1試合を勝つためにガムシャラに全力で戦う1年にしていきたいという意味が込められてるんだって。もっと広島っぽくするやのんの。ダダダダダンバラとかの。なんでダンバラピンポイントなんだよ。バババババ爆弾屋とかね。それ広島の有名なつけ麺屋じゃねえか。ダダダダダとかは。いや、ドドドは2018年のキャッチフレーズな。カカカカアシュラマンとかな。それ筋肉マンに出てくるアシュラマンの笑い方な。広島関係なくなってるから。ささささささかまとか。仙台名物イーグルス寄りになっちゃう。ラララララランバダとか。昔流行った南米発祥のダンス。シャ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 ラポワとか。テニス界の妖精。てかもう決まってんだから何言っても意味ねえぞ。わしらのボケにガムシャラに突っ込んでくれた山田のように、カープの皆さんも全力で頑張ってください。では最後、みんなで正しいキャッチフレーズを言いましょう。せーの、ガガガガガムシロー。いや、それアイスコーヒーに入れる甘いの。また民さいよー。